怖い。やっぱ本物を見た方がいいね。Number four. That's so neat. Is that a video camera? Yeah. That is really neat. Yes. Japanese YouTuber. That's so awesome. そうですね。そしてはい。車が待ってる。そうか。こういうの焦るよ。グリーンでしょ。あ、グリーンじゃない、ブラックですね。そうですね。エンジン来て、エンジン。今3ガロン入ってます。これ3ガロン。あ、OK です。もう5入ってます。5入ってます。5ガロン分しか出ないんじゃないの。でも5でも5ガロン 5.2 です今。じゃこれで1回行ってみる。え、28ドルとか言って。ああ、なるほどね。20ドルみたいな感じ。キャニオンっていうスポットに向かってます。ここもまたちょっとロングドライブになるんで4時間半ぐらいかな。給油もやっと分かってきたって感じでまあリッターじゃないガロンだし、なんか入れ方が全然違うから苦戦しましたけど、やっぱこうやってやりながら分かってくっていうスタイルの方がまあいいかなと。調べないで突入するっていうのは面白いと思うんですけど、乾いた色に空とこのサンドカラーに白っちゃけたようなこうファーっていう空気があって、そこにこういうなんか映えるパンパンが色があるとすげえこれがやっぱ見方だなと思って。走ってくる車がね、もうトラックとかが横向きかっこいいんだよね。これこの車、あら横向きかっこいい。
でもお前すごい。わわ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 わ。じゃあどうですかこの光に照らされて。一切光に照らされる必要がないようなメニューだけど。コンボコリアンバーベキューのなんか丼物ですねこれ。コンボカップですね。これでも本当にこのアメリカ食に飽きた日本人にはめちゃくちゃいいと思う。下にご飯入ってるから、ご飯、野菜、肉、このチャプチェみたいなの。めちゃくちゃうまいです。ブレイスキャニオンどうなったんでしたっけ。ブレイスキャニオンちょっと行くのやめたんで行くのやめた、うん、トラブルが渋滞してたどり着けません。レイクファイル、うん、チェックアウトするのにもガソリン入れるのにも何回も物一つ買うのに全部一苦労でもそれが楽しいね、うん、大人になってから学びがあるって素晴らしいですよ。ね、食べましょう本当にアメリカのみんな、あのなんか店員さんとかいろんな人に迷惑かけてさ、本当にみんな優しくて、もう日本で優しくしようって思いました以上です。マジックアワータイムに来たから、はい、いいっちゃいいんだけど、うん、このゲートがあるとは思わなかったんですけど、うん、早くあ、そこでちょっと着いた。ここがレイクハイウェイですね。ちょっとすごい暗くなっちゃった。土が色が明るいから、なんかすげえ神秘的に見えるな。アメリカっていうかもう地球を感じるよね。もうあの、うん、木が出てて、これとかだと、ね、なんか地球って惑星なんだなっていうのがすごい、ね、そうしてなんか気持ちいい。風もなんか寒くないし、ね、でかさを感じる。うわ、そこのグラデーション綺麗だわ。白からパープルになって、白、ラベンダー、パープル、ネイビーブルー。いや、すごい。やっぱ本物を見た方がいいね。生で見る。
結構ロングドライブだったから時間がね、ちょうど難しいね。まあでもこういうなんかまったりした状態近くで買ってきたこのバビリなんとかハウスのバードハウスですね。バードハウスのチキン。バードハウスのチキンです。なんかねオリジナルチキン。おなんか部位によって名前が違ってたよね。そうですね。うん、4種類ぐらい。そう。もうでもまあマジでこれ形さケンタッキーと一緒だね。うん。でも衣がこうなんか。なんていうのこのパリパリしてそうな感じで、うまっうまっすごい音ケンタッキーよりカリカリ。いやちょっと味も濃いかも。大体やっぱアメリカは味は濃いめですか。うん、うん、でもすげえカリカリジューシーな感じ。こっちの方が好きっていう人いると思うな。うまい。でさこれソースがあるからさバターミルクなんとかなの。サワークリームみたいな。うん。間違いないやつですね。絶対合うわ。これいいです。気に入った。こういうね、マッシュポテトとかコールスローが、まあちょっとケンタッキーに似てるかもしれない。